千田僧は中世の下佐国捜査軍にあった荘園。現在の千葉県、香取郡多古町付近に相当する。古代の捜査軍が、捜査北上僧と捜査南上僧とに分割された中で、捜査北上僧の北西部が千田僧として独自に立僧されたものと考えられている。あず自称4年9月14日上に、 下宇佐国千田宗領家法眼大申請と見えるのが、千田宗の所見であり、藤原申請は、高家門院法眼大とされているので、当初と高家門院との関係が想定される。また、東鏡文治2年3月12日上、関東ご知業国々内の組最小注文にも見えるが、下宇佐国では、当初と八幡タの未承演領主の記載がない。実証 呪衛の乱の後や渡そうとともに、千葉市の拠点所領となり、藤原新生を生取り氷にした、常種着村聖種の娘である、千谷から、老いのたい種、その娘からそうだへ、ね、と継承された。だが、非全国沖軍で没した父より種に代わってそうだねが、九州に赴いた間に、弟の種州に、千葉市の家督を横領されてしまった。 当初を本拠とした田根の長男種貞は、折しも勃発した南北朝の戦いに際し、北朝方について、県務2年には、種州の子、さだ種の本拠千葉荘を攻めた。これに対しさだ種方は当初を蹂躙し、この騒乱は、下佐国中に波及したという。そして南朝方の新田義貞の軍に属した、さだ種は、県務3年10月に、 足利高氏の軍に降伏した。しかし、種貞は、下唄へのきっと同年11月19日に、三河国で病没し、降伏した貞種は、北朝方に寝返って種衆の子孫が、千葉市宗家を称して存続した。そのため、宗谷の次男種隊の子孫は、九州千葉市として、活路を見出したが、宗家の地位を失った、下唄の仙田氏は衰退していった。その後、 京徳四年、京徳の乱で、原種房に襲われた、千葉種ただ、種のり親子が、当初に逃れた古城と島城に立てこもるが、幕張高種に撃たれて、千葉思想家の着流が滅亡した。落城に再子島城を脱出した、種自家の弟種県も南の小包城で、自陣して果てたが、種県は二人の私実種と地種を、八万層まで落とさせた。 やわたそうに落ち伸びたじったねとじだねはさらに武蔵国に逃れて、武蔵千葉市となった。ありがとうございます。